どうも、ヌヌです。ヨッシークラフトワールド、続きをやっていきたいと思います。元気が出ない。スペシャルフラワーが15個あればな、だんだん進むにつれて、このエネルギー効率の悪い個体がいっぱい出てくるみたいな感じになってるけど。元気が出てきたぞ。よっこらしょ。うん、ありがとう。ところで君はどこしてここへ？カクカクチカジカ。ビーズを探してここまで来たんだ。さっき山のてっぺんに魔法使いが飛んでいったけど、悪そうなやつだったから気をつけてね。何か聞かれても正直に答えない方がいいと思うよ。コンドルランド、はてな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 。ボス戦かしら。本当にここら辺にビーズが落ちたんでちゅか？確かこの辺りのはずですが。ヨッシーが切っちゃったでちゅよ。こんなに早く追いついてくるとはね。まさかもうビーズを見つけたのかい？見てない。こいつ知らないみたいでちゅね。こんなやつ追っ払って早くビーズを探すでちゅ。はい、坊ちゃま。ヨッシーちゃんはこの鳥の餌にでもなっちゃいなさーい。アルミ缶工作か。空き缶バード。多分これをぶつけて落としてヒップドロップでしょ。想像通り。でしたか、どこやったの。あ、出てきた。紙飛行機落としてくれる。赤いやつは跳ね返ってくるやつかなと思ったけど。紙飛行機。
よいしょ。なかなかやるじゃない、覚えてらっしゃい。太陽のビーズゲット。あと4つ。ヨッシーってすごいね。磁石くっつけて倒すなんてびっくりしちゃったよ。ビーズ探し頑張ってね。さあ次、フラワーランド行きましょうか。お前さんがヨッシーだね。ビーズを集めてるんじゃろ。かっかく。ほっほっほ、わしはクラフトン G じゃ。この世界のことなら何でも知っとるよ。ほらこれをご覧。ビーズが飛んでいったのはこことこことここ。ここからあれかな、進行ルートが選べるようになるのかな。どれから集めるかはお前さん次第じゃん。頑張りなされ。背中から風船出て飛んでった。焦点。やあ、フラワーランドにようこそ。こっから道が2つに分かれているよ。どちらに進んでもよいからね。まあ、どっちにしろ行くからね。はい、それじゃあフラワーランド、咲いた咲いたいろんな花が、行きましょうか。紙のやつ作ったような気がする。ん？なんだったんだ今。お、咲いた。パッカンフラワーも花っちゃ花か。
持ちながら拾えとこよ。ちょっと待って、これ中入れるよね。これ、これだよね。これは？よっよっ、待て、よっ、これあれじゃないの？当てるのか。いやー、卵ないときついわ。安定してモグラたときか。モグラたときっていうか、モグラに卵をつける。これ出てこないけど、やっぱそうだよね。こんな感じかなとは思ったんだ。いや、時間で出てくるやつか。こっちから入れた。あー、多分あれ赤コイン混じってたよね。よーし。今回ガチャやって終わろうかな。10種類で、1回が150か。値上がりしたな。
フラワーポットピンク、飛び出す黄色の花、飛び出す紫の花、花壇、コーヒーリフレッシュグリーン、紫の花壇。チラシを見てみましょう。すごいレアが、あれなんだ、モグラみたいなやつなんだね。かぼちゃのレアみたいなやついいな。何にしようかな。上に蓋があるやつの方が面白いんだよね。木箱、猫風船にしてみよう。はい、というわけで今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。